はい、えいつもご覧いただきましてありがとうございます。腕時計のアルコールです。えー、今日は、先日作りました IWC 型の、えー、ベルトを紹介したいと思います。えー、今回なんですけれども、まあ、IWC 型として作ったのは初めてですね。IWC の時計につけるから、IWC の、えー、形をモデルに作りました。 ステッチのこうデザインとか、ここのステッチとか、ここの二重にステッチしてるとかは、ネットで調べた情報で、画像を見て、おおむねその形でやらせていただきました。長さについても、一般的な D バックルスタイルより、もちろんこっちですね、6字側が極端に短くて、手首のサイズに合わせて、このえ12字側をえ少し長く、 作りました今回としてはこの金型ですねを別に作りました、えー、特別に特注しました IWC の形になってますまあこれを作る上でこのテーパー部分ですねここのガクンと落ちてる部分のこう左右差であったりこう2個目さこう左右のですね12時側6時側の えー、再現性を上げるために、えー、この金型を作りましたいい金型屋さんと知り合いになれたので比較的早く金型を発注してからのスピードも速く、えー、しかもコストパフォーマンスもそれなりに他の金型屋と今までこう買ってた金型屋と比較すると安くできるところと知り合ったので、えー、今回のような、えー、1, 個1個に対してこう、まあ、またね IWC の形で注文があればこれを使えばいいんですけれども 1>, そう1個の作品に対して1個の金型を作るっていうのは今回初めて、えー、やらせていただきました、えー、まあ細かならねご相談も金型やっと打ち合わせられるので、えー、できますちょっと金型を作る必要にさせて待った時は金型のコストだけはちょっと別に最初にお願いしちゃうかなとも思うところなんですそこはもう いいただいただ方と要相談で今回は初めて1案件に対して1金型を作りました、えー。基本的に作業量に込みでこの金型は作らせていただきました。なぜかというと次回同じ形を頼んだ方は別に金型を再利用すればいいだけなのであの次の方にその分のコストがないから最初の人がもったいないってことになるんでそういうことがないようにもうその中で。 初回だけれどももう金型は、えー、その中で込みでやらせていただいています次回ご注文された方も、えー、初回の方と同じ金額でやらせていただきますのでよろしくお願いしますで、えー、ステッチなんですけれども手縫いです、えー、手縫いのオーダーとしては久しぶりでした、えー、ビにも MBT の5番手色の番号としては、えー、104番いやいやオレンジかかった、えー、黄色です えー、久しぶりの手縫いだったんですけれども、えー、ミシン、最近はね、ミシンと、ミシンの方が選べますし、こう安く作業量そのもの、金額ですね、作業時間も短縮できるので、えー、そうしてるんですけれども、えー、手縫いでというオーダーでしたので、私も、えー、ぜひともというところでね、やらせていただきまして、久しぶりに手縫いしましたけど、手縫い、えー、いいですね、こう、しっかり、 こう圧力がかかって糸調子が圧力かかってやっぱりミシンでは到底再現できない再、えー、縫い目になります、えー、絶対にミシンじゃこういう縫い目にならない、えー、縫いですねこ,これが、えー、ちなみにミシンです当然綺麗なんですけれどもこういう縫い目にならないんですよ本当に仕上がった時のこのなぜかというとやはり糸調子ですね 一針一針こうバネの力で引っ張ってるだけの糸と物理的に手でねこうグッと引っ張ってる力だったらもうそれは絶対こう手でね一針一針こう引っ張ってる方が絶対に強いのでこういう差が生まれますまあ当然使用している糸の太さは違うんですけれどもえこういう食い込み革の素材によってなんですけどこうぷっくり感というかえは 手縫いならではではすねしかもまあ使える糸も、えー、太いところになりますのでこの重厚な雰囲気感を出すんでしたらやはり手縫い手縫いの魅力って何だろうっていったらこういうところかなぁと、えー、思います時間も労力もすごくかかるんですけれども、えー、手縫いは本当オンリーワンですね手縫いでしか、えー、ないところになりますで今回まあち 確保とメンンテナンスの向上を目的に有格2本に本していますやはり定格を固定するよりも、有格のみの方がですね、メンテナンスがしやすいのと、強度的に定格が切れたっていうようなことがあの基本ないので、やりやすいですね、こっちの方が。やりやすいし、今後のメンテナンスもしやすいです。で、えー 誘惑が切れた時用にこう予備の誘惑を入れてます。もちろんこれ誘惑一本でも使えますので、好みに合わせてやっていただければと思います。で、この有定角も色違いであったり、えー、太くしたり、細くしたりっていうのもできるので、使ってみて、えー、ちょっとこのパターンも欲しいなっていうようなことがあれば、見ていただければと思います。今回、IWC 型初めてだったんですけれども、IWC いい時計なんでね、うん。 この形が作れて良かったと思います特にここ二重に縫ってるのは強度ここの強度ですね付け根の強度、えー、も確保できてますし、まあ、これ貫通縫いでもいいんですけれども肌触りとこう考慮して、えー、隠しミシンでやらせていただいております、えー、これからお届けしますのでよろしくお願いします 今後もまた動画アップしていきますのでご引きくださいませ。今日はこの辺で失礼します。